よろしくお願いします。5段の方で勝率9割のバケモンですね。さあどこまで戦えるか頑張ってみましょう。まあ、こちらは、どうしようかな。普通に8筋から回る花交換四間飛車でいきたいと思いますが、まあ端は受けたかったのですが、攻めの形を優先してます。まあ7四歩には6六銀と上がりたかったのですが、これどうしようかな。で桂馬跳ねの ちょっとバランスよくいこうと思います。まあ6筋から回るのもありですね。その前に金上げとかないと回れないので、まあちょっと手損なんですけど、次に6筋回ってみようかな。向こうは何ですかね、地下鉄とかも狙ってるのかもしれませんが、これは追っ払っていいのかな。ちょっと駒をさばきに行きましょう。さてこっからどうしますか。カット。どうしよう。いやー、こんなんでいいのかね。きついぞ。引くか。銀打たれるか。まあ。いやー、取らながらよかったかな。まあ、いいね。強者打たれるな。強者打たれの。いや、捨てちゃおうか。捨てて。あ、叩きの食うのが良かったな。これは失敗しましたけど。いや、まだ戦えてるはず。まあ負けずに飛車下ろしの、ん？あ、これやべえやつか。ん？これ負けじゃないですか、これ。あ、負けですね、これ。あ、ダメだな。で、取られて。残り30秒。うん。まあまあでしたね。ありがとうございました。